日本新潟県新潟市中央区、川岸町川岸町は、新潟県新潟市中央区の町屋座。現行行政地名は、川岸町1丁目から、川岸町3丁目。住居表示水宿区域。郵便番号は951-8133。1944年から現在までの町名で、1丁目から3丁目がある。 1929年から1939年にかけて行われた、品野川埋め立てによってできた地域で、新潟家庭裁判所、新潟地域振興局などの観光庁も立地している。北から東回り順に以下の町寺と隣接する。品野川を挟んで所、上書、振興庁と隣接。新潟地震により大きく傾いた。 県営川岸市町アパート2018年1月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。NHK 新潟放送局 BSN 新潟、放送白山公園がある、新潟市中央区の一番町通りの西にあり、東日本旅客鉄道越後線沿線の品濃川沿いにある。 信濃川に面するところには、安らぎ包みがある。東日本旅客鉄道越後線の東側、一番町通りの西に位置する。東日本旅客鉄道越後線の南側、白山駅南口付近に位置する。川岸町二丁目の西に位置する。ありがとうございます。